正直なところあまりそのこれだからショパンコンクールに参加しましたっていうこうはっきりした理由っていうのは自分の中でこうはっきりとこう答えを出せないんですけど、5年前に一度予備選まで参加して、それでそれからポーランドで留学ビデゴシで留学を始めて、でそれでちょうど5年生になったところでもう一度ショパンコンクールがあって、それでただ自然に参加したという感じで、それ以外に特になんか特別になんか考えて参加したっていうわけではないです。ただもちろん私にとっても4年半過ごしたポーランドだし、もうワルシャワのフィルハーモニーにも何回もコンサートで通ったりして、だいぶいろんなことも分かってて、だからもちろん自分が近く感じるコンクールだからすごく参加できて幸せだとは思ってます。ピアノを始めたのは3歳になる前だったので、自分の意思で弾き始めたっていうのとはちょっと違って、父がピアノを娘に習わせたいって思っていたので、なんか通い始めた、先生のところに通い始めたっていう感じで、本当に最初はもちろん真面目なものじゃなくてすごくただ遊びに行ってたような感じだったみたいで、だけど11歳か12歳ぐらいの時になんやかんやこうコンクールとかにも挑戦し始めて、まあ今こうよりちゃんとやるようになりました。もちろん本当に最終的なことを言えば、そのコンクールで弾くのであろうと小さなコンサートであろうと、どんな状況でも本当に何て言うんですか、その核心のところっていうかオリジナルのところは変わらないと思うんですけど、でも私にとってやっぱりコンクールに向けて準備することから、やっぱりもう私のすごくその一つの大きな課題である、本当にこう完璧さとか、もうこれ以上できないってところまでこう練習するとか準備する、そして精神的なものも含めてそういうことが、まあ、コンクールに準備することで得られることなんじゃないかなと思います。私はそれを克服したい部分もあって、でもそれがなかなか難しくて、でも今パッと思いつく限りではそれがやっぱり、いや本当になんていうんですか、マックスのやれるところまで準備したり、本当に それじゃないかなと思います。いろんな意味での自分への挑戦っていうのと、あと何よりもこの舞台で弾けるっていうことへの喜びでいっぱいっていうこと、喜びと、あと、ものすごく、つくづく本当にこのコンクールに出ることにを通して感じた、本当に感謝の気持ちで今いっぱいっていうので3つの言葉で、はい、私は